スタジアムの様子シュリー・カンティー・ラバ・スタジアムは、インド・カルナータカ州のベンガルールにある多目的スタジアムである。シュリー・カンティー・ラバ・スタジアムの収容人数は2万4000人であり、主にサッカーの試合に使用される。スタジアム内には2つのクライミングウォール、陸上トラック、サッカーフィールド、バレーボールコートがある。このスタジアムは、ベンガルールで最も大きいスポーツスタジアムであり、 ナショナルチームのトレーニング施設としてもたびたび使用されている。スタジアムが建設される以前、スタジアムの場所には湖があった。陸上トラックは1997年に開催されたナショナルゲームのために回収されたものであり、今後再回収される予定である。400メートル8レーンの陸上トラックが整備されているほか、幅飛び、高飛び、三段飛び、棒高飛びなど、 陸上競技用の設備が整備されている。また、陸上トラック内部には100メートル X68 メートルのサッカーフィールドが整備されている。また、この他にバレーボールコート、バスケットボールコート、カバディコート、ボクシングホールなどがある。主にサッカーの試合に使用されており、インドの最上位、サッカーリーグであるアイリーグに所属するベンガルール FC がホームスタジアムとして使用している。 スタジアムには1階席用の4つのゲートと8機の照明灯、2階席用の8つのゲートがあり、合計で12のゲートがある。ありがとうございます。